はい、村上義弘選手です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。久しぶりですね、こうやって喋るのね。そうですね、なかなか、はい、なんか照れくさいよね。こういう時期なんでね、なかなかお会いすることが、はい、そうだよね。村上選手といえば、立川ダービー、立川グランプリとね制覇してますけども、最近レース走ってみてどうですか、最近のレースというのは。そうですね、本当に昨年1年は、まあ、病気もあって苦しい1年でしたけど。病気ってどういう病気だったの？腹膜炎で手術して、そうなの。ちょっとそれが、まあ、復帰をちょっと慌てたこともありまして、まあ、ちょっと尾を引いたかなと思いますけど。はい、あ、そうなんですか。はい、じゃあそれ大変だったね。そうですね、まあ、まあ、少しずつまあ、良くなっていくと信じて、はい、頑張って。それは何月頃の話ですか？2月ですね。2月、はい、最近のレース見ていると佐世保の何日目かな、あの番手回って2日目かな。そうですね、あの外打ち決めて、まあ、準決勝ですね。準決勝、はいはい、うん、あのレース見てて、はい、大津琵琶湖のさ、はい、6番車来てる時の村上選手の大暴れしてる時のレースを思い浮かべたんだけど、まさにその頃に戻ってますね。そうですね、もう気持ちはずっと変わらず、一つ一つのレースを全力で戦っていきたいと思ってます。はい、やっぱりああいう動きができるっていうのはやっぱり縦の足がないとなかなかできないですよね。いや、もうね、今はちょっとコンディションにもムラがあってなかなかいいレースを見せることができなくなってますけど、まあ、一つ一つ一生懸命頑張っていきたいと思います。外の動きはできると思うんですけど、あれまた内側に決めに行って前に踏むっていうのはなかなかね、私もね現役時代、できなかったのかなと思うんだけど、その辺はねやっぱすごいなと思ってますよ。まあ、僕はもうよく五冠さんにバシンと打ち決められてたんで、はい、いやいやいや勉強させてもらってます。あとはやっぱりこの年代になってくるとどうしても体力的にとか気持ちは入ってるんだけども体力的にズレがあると、やっぱり武田豊樹君とかもね言ってるんですけども、やはりその辺というのは村上君はどのように受け止めてます？そうですね、まあ、その、まあ、ある程度自分でしっかり受け入れながら、それでもまだ自分に残された可能性はたくさんあると思うので、そうですね、まあ、それに、しっかり取り組んでいきたいなと思います。村上選手の今の、維持するコツっていうのは気持ち的にはどういうことですか？まあ、どうでしょう、とにかく、ね、まあ、応援してくれるファンの皆さんもたくさんいますし、はい、まあ、そこに応えたいと。ああ、そこにつけるんです ね、 そうですね。あと体力的には維持する俺流のコツっていうのはありますか？いや、もう日々できることをもう一生懸命やっていってるだけですけど、はい、村上選手って毎日練習やるんですか？やる方です、はい、やっぱり最近ナショナルチームのトレーニングっていうのが話題になってきて、若い選手がそれを取り入れてるんですけども、やはり脇本君見てると、小さい頃から自転車に乗っていて距離を乗っていて、プロになって、徹底先行、村上選手の前で先行する姿もね、もう何百回と見てますし、私はね、それで今の、ナショナルチームのトレーニングが、また増してね、良くなって、今の脇本選手がいると思うんですけども、選手生命というのはやはりその距離とかそういう自転車と携わっている時間というのが大事だと思うんですけど、その辺村上選手というのはどう思います？あの若い選手というのはやっぱり切り取ってその質のとこだけを取っているような気はするんですけど、村上選手はどう考えてます？まあ、その今のトレーニングがその決してその楽なトレーニングではないと思いますし、はい、その今のその競輪に見合ったまたその先を見たトレーニングだと思いますし、それはそれで、はい、そのやっぱり自分もね、たくさんそこから勉強しなあかんことはあると思うんですけど、はい、まあ、自分にはそのやっぱり若い時からやっぱり泥臭くやってきたので、はい、まあ、そういうトレーニングが合うのかなと思ってます。あ、じゃあその人に合ったっていうのがあるかもしれないですね。はい、あ、なるほどね。じゃあその辺のやっぱり考え方を取り入れていくっていうのが村上選手のこれからの、そうですね、新たな、ね、村上選手がね、まあ、そこにまだ進化の余地があるかもしれないです、ね。あ、そうですよね、やっぱり平原選手見てるとそう思いますからね。はい、うん、なるほど。では2021年の抱負とファンの皆様に一言お願いしたいんですけど。そうですね、そのやっぱり昨年
がっかりさせたレースがやっぱり多かったと思いますので、そのこの2021年はまた気持ち新たにしっかりいいレースができるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。